皆さんこんにちは、堀内健在です。今回は皆さんにリクシルのハイブリッド窓 TW についてご紹介したいと思います。こちらのハイブリッド窓 TW についてですが、まず何といっても特筆すべき点、それはこの窓の断熱性です。こちらにクローズアップして皆さんにご紹介していきたいと思っています。こちらのリクシルのハイブリッド窓 TW ですが、ハイブリッドというところについてまずちょっと簡単にご説明しておきたいと思います。もともとですね、リクシルにはサーモス X というこのハイブリッド窓の最高クラスに位置する製品があったわけなんですけども、こちらの製品がリニューアルされて TW というものになっています。で、ハイブリッドということは異素材を組み合わせたものという形になるわけなんですが、何と何を合わせているかというとですね、アルミと樹脂の複合の窓になっています。ここについてちょっと触れておきたいと思うんですが、アルミと樹脂の複合というところですが、室外側、家の外側の部分ですね、こちらは強度とか耐久性に優れたアルミという素材でできています。アルミというのは軽くてですね、加工がしやすく非常に丈夫な性質を持っていますので、そういう性質を持ったアルミを室外に使っている。そしてですね、反対に室内側にこの断熱性に優れた樹脂という素材を使っています。樹脂というのはですね、素材の性質上アルミの約1000分の1程度しか熱を伝えにくい、伝えないという性質がありますので、そういうような断熱性に優れた素材を室内側に使うことによって窓全体の断熱性能を高めているということが言えます。この室外側と室内側を違う素材で作っているので、このハイブリッド窓という形になるわけです。それではですね、リクシルのハイブリッド窓 TW の断熱性についてちょっとご説明していきたいと思います。なんといってもですね、この TW についてはアルミと樹脂の複合の窓で、樹脂窓に相当する同等クラスの断熱性を実現しているということが特筆とすべき点として挙げられると思います。 TW については大きく分けて2種類に分類することができます。一つはですね、ガラスが2枚あるこちらにある複層ガラス仕様、いわゆるペアガラスというものですね、の仕様。こちらはそのペアガラスの間の中空層に乾燥のした空気ではなくてアルゴンガスというガスを封入しています。そのことによって一般的な乾燥空気よりもより熱を伝えにくく断熱性を高めているという点が特筆すべき点です。さらに一層断熱性を高めたものとしてトリプルガラス入りの仕様というものがあります。こちらトリプルガラスの名前の通りなんですけども、ガラスが3枚あって中空層が2つあります。さらにその中空層が、ペアガラスのところにあったアルゴンガス入りのもの、そしてより一層断熱の性能を高めているクリプトンガス入りのものという2つに分類できます。こちらにある上から下に行くにつれて断熱性能が高まっています。で、こちらに熱管流率 0.98W/平米ケルビン とあるんですけども、こちらはですね、縦滑り出しの窓、グレモーハンドル仕様でですね、さらに、ダブルローイートリプルガラスクリプトンガス入りという仕様で、弾き出されるこの 0.98W/平米ケルビン という熱管流率です。この数値自体は非常に性能のいい窓と言えることができます。もともとこの TW の前にあったサーモス X ではですね、最高の断熱性能でも 1.03% 1.03W/平米ケルビンっていうのが最高の性能だったわけですけども、1を切ってなんと 0.98 というところまで性能を高めています。これが TW の断熱性能で特筆すべき点です。さらにそれをなぜこの断熱性能が実現できているかというところをですね、3つのポイントに分けて皆さんにお話ししていきたいと思います。